さ、盗んだ回数0回で来ました。これでいけるんじゃないかな？はじめまして！はてな？これは、あなたには私のことが、見えます見えます。スティール0なんです。スティールチェリーなんです。なのでエンディングを見させてください。あなたは汚れなきものですか？すごいピュアピュア。素晴らしい！あなたの今後に幸福が訪れること、私は祈ります。では、さようなら。え？それだけ？てんてんてん、幸福が訪れるの？ちゃんと。天国に行ける？お。番外エンディング、汚れなきものクリア。おめでとう。番外だったよ！え、EP も増えないの？また。引き継ぐことはできません。マジかよ。番外の場合は、あ、2増えてんじゃん。いいね、いいね、いいね。これで今どれぐらいなんだろう。加えて盗みゼロでクリアしたあなたの功績を称え、2000万ゴールド！おぉ、微妙。さらにこの司法屋にいて、このエンディングを見た方だけに送られる特典をご用意。なんだろう。でもゼロにできるのって、クマちゃんで、できるわけでしょ？簡単に見れるような気するけどな。まあ、でも EP をたくさん貯めないと、EP5 以上だっけ？解除できないからってことか。なるほど。で、そのなんか新しい特典とやら見てみる？なんだろう。黒の方で、よいしょ、あそこの一覧にあるかな？あ、ないね。ここの右側になんか増えてるとかってわけでもない。こっちかな、じゃあ。よいしょ。番外編、ないね。こっちかな、じゃあ。よいしょ。あれ、ないじゃん。なんだろう、特別なエンディングを見た方だけにもらえるでっつって。この幼少期のやつ、番外エンディング2とか言ってたけど、それなのかな？盗んだ回数500回以上。そっか、解除しちゃうとこっちが盗めないってことか。あ、取れないってことか。なるほどね。何か書いてあるな。ん？特別闘技場のご案内。特別と、あー、100万ゴールドが全然余裕だけどね。なんともうさんくさいな。レベル50までしか、今できないんだよね。だから、そう、これこれ特別闘技場。あー、あの箱のことか。あれは俺と同じように変わった力を持った箱でな。何かとよ、とにかくすごい箱なんだよ。やってみるか。レベル50だったら全然余裕で勝っちゃうし、今レベル100もあるわけだからね。特別球場やってみようか。はーい。おお、すごいキラキラ光ってるよ。100万ゴールド。これでいいの？闘技場利用します。はい。参加費1000ゴールド。あれ増えてない。もう一回あっち調べなきゃいけないのか。じゃあこれ、とりあえずこれやってみるか。40から50まだ一回も挑戦してないんだよな。でも余裕だとは思うけど、ワンパンできちゃうんじゃない？こいつらだったら。さあ、お！シュガン、あ、かっこいい BGM！ シュガン魔導士だって。今まで敵3体ずつ出てたのに、今回1人なんだ。じゃあ、あれかな？ 3 連続ラッシュじゃなくて、こいつ1体だけとかそういう感じ？じゃあ、すごい強いんだよ。ちょっと本気でいくか。シャイニングで、技で、アーマーブレイク。さ、急所を見極めて4回攻撃。で、アーマーブレイク。よいしょ。うん、防御力下げていく。で、ラッシュブローで、あ！結構タフいね。ワンターンで倒したとはいえ。あ！しかも参戦あるのか。紅の魔人、戦っていきますか。まあでも、3ターンとも同じような強さだと思うから、こいつもワンターンで倒せるんじゃないかな。見極めて、乱れ切っていく。なんか、第1戦目のやつよりさ、HP 低そうな顔してるし。ヤサ男っぽいし。オッケー、倒した。でも、強かったね。オッケー。さあ次は、お！赤鎧の騎士だって。赤好きだね、お前ら。こいつはなんか防御力がめちゃめちゃ高そうだから、ワンターンでは倒せなさそう。シャイニングで、技でガーマーブレイク、オッケー。一番最初のターンに防御力を下げられるのでかいね。さあ、これで耐震率を上げていく。いけそう。そこまで硬くないぞ。余裕一番の経験値。経験値はそこまで美味しくないな。さあ、いくらもらえんの？賞金。おー、でも賞金50万か。お金はそこそこ、いいのかな。じゃ、こっち特別競技場。てんてんてん。これは、どうも、あ、喋った！あなたのおかげで私は話せるようになりました。声帯とかどうやって声発してんの？ありがとうございます。どういたしましてご丁寧に。てんてんてん。それは良かったな。で、特別競技場とやらはどうなんだ？どういうものなの？すごい強いの？あ、そうでしたね。特別競技場では様々な魔物と戦うことができます。そして、もしもそれらを倒すことができれば、普通の魔物よりもそこそこ多くの経験値を取得することができます。ああ、そこそこか。ただ参加費はしっかりといただきますのでご注意ください。最後に特別闘技場に参加希望の場合は私に声をかけてください。ああ、なるほど。新たなクラス。はい。さあどうぞ。この中から希望、あ！すげえ。7万5千。めっちゃ美味しいじゃん。これやってみる。参加費、はい。3万7500。中途半端だな。
もうクソクソ1円玉レベルだよね。全然余裕。準備完了です。行きましょうか。強いのかな？うわ世界観がおかしい！ヤンキーが現れたよ。うわぁ、どうしよう。そんな、こいつらすげえ経験値持ってるってことでしょ。ちょっと怖いからチャクラ使っとこう。チャクラ使って、ラッシュブロー、不審ガン使って、乱れ切り、で、ちょっとプロテクトしとこうか。怖いわ。銃とか持ってたら何もできなくなっちゃうから。じゃあレジストしておく。呪文は使わなそうだよな、この顔からして。さて、魔法防御上げて、耐震率を上げていく。ワンパンかい！ワンパンかい！見かけ倒し !15,000。あ、これ3戦で75,000ってことか。なんだよ。わー、係長が来ちゃったよ。どこの組のものなの、この人たちは。怖すぎるんだけど。まあ、こいつらもクソ雑魚だろうから、シンガー使って、乱れ切っとくか。あれ、おかしいな。なんか、レベル50の方が、全然40から50の方が強かったような気がする。あ、結構硬い、もしかして。回心率上げていく。弱いわ。違う、バルトが強すぎるんだよ。2万の経験値。まあ、レベル上げにはすごいいいのかもしれない。部長が来ちゃったよ。じゃあこれは、あれか、もう一つ上のランクになると、どんどん上の役職の人たちが出てくるってことか。怖えな。どれぐらいまで上がるんだろう。まあでもレベル上げにはかなりいいんじゃないかなと思いますよ。ね。敵ワンパンできるわけですよ。それなのに経験値うまうまだから、めっちゃレベル上がるやん。お疲れ様です。またのご利用お願いします。新しいクラスは？うん。多いね、いいね。ちょっと一気に増やして、一気に。あ、増えてねえじゃん。7万5000じゃん。特別競技場って言う割には、全然プラスになんなかったな。ちょっとな、じゃあ知りたい情報。そうだね。新しいエンディング見るための情報ちょっと買っとこうか。今なら、結構話も進めたし、どこをどうすればいいかわかるんじゃない？城はもう盗める。ただもう盗めなくなっちゃったんだよね。盗んだ回数ゼロにしちゃったから。清流騎士の屋敷も盗める。王国兵士も盗んだ。王に会う方法もわかるね。レベル上げる方法もわかる。わかる。太陽の教会について。太陽の教会って、地下のことかな。猫の居場所わかるもんね。外見を盗めるもわかる。各部長のこの辺、わかる。エンディング9、エンディング6、エンディング5。5、6、9ね。5、6、9って見たっけ？ちょっと確認してくるか。これ5か。5、6、で、7、8、9。これ9か。9は見てる。だから5、6は見てないから、じゃあヒント買っちゃおうか。これあれだよね、セーブ前にさ、購入して、で、ヒントだけ見て、ロードすれば、ただで情報を得られるよね、これ。まあまあ、今のとなってはもうさ、金も全然余裕あるから、普通に見ちゃっていいと思うけど。じゃあこれエンディングナンバー5とエンディングナンバー6。OK。アイテムで、エンディング5の方から、見てみましょう。見つけるのが困難なエンディングの人、そうだよね。以下にヒント。迷いの森の奥には湖があります。あるね。魔人がいるところでしょ。そこには様々な草花があります。その草花を点々点すると、その草花を点々点？なんだろう。エンディング6の方は？6について、見つけるのが困難なエンディングの一つです。以下にヒント。村長殺害、太陽の王を倒す。ん？その後、エンディングに進まずに、太陽の銀行へ移動。そして銀行にいる、とある人物に話しかけると、そこから先の結末は自分で、はぁ、なるほど。こっちの方がまだわかりやすいね。じゃあ、副兵士長、副団長のさ、クエスト途中で、その副団長を盗んじゃったから進められなかったけど、そっちをじゃあ進めて、で、ついでに、そのエンディング見てみようか。ね。村長やってきましたよ。前回は報告が遅れてすいませんでした。村長を殺した。素晴らしい。さて、約束だったね。君が知りたがっていた王の居場所だけど、もう知ってるんだけどね。教えてくれるのちゃんと。大丈夫？何を？てんてんてん。すまない。え？あ！連行されちゃったよ。誰だ？親父がいないし、俺の名はガイゼル。この国、太陽の王だ。こういう展開になるのか。じゃあ名誉騎士になるっていうのは嘘だって、で王様にはめられたってこと？で、どうだ？二度目の人生の感想は、なんで知ってんの？何のことだ？誰から聞いた？親父？親父もそうだもんね。一度転生してるもんね。とぼけなくていい。
お前の力のことは部下から聞いている。明らかにこの世の力ではないそうだな。ということは答えは一つだ。お前は神に選ばれたのだろ？てんてんてん。お前は一体、簡単なことだ。俺もお前と同じだ。え？そんな描写なかったじゃん。で、相談なんだが、俺の仲間にならないか？これどうなんだろう？どういう意味だ？俺はこの世界に飽きていてな。毎日が退屈で仕方ないんだよ。だから俺はこの世界とは別の世界に行きたくてな。別の世界だと？そうだ。こんなつまらん世界なのではない。かつて古き神々が作ったと言われてる。あの教室？収束の彼方に俺は行きたいんだよ。収束の彼方って言うんだ、あそこ。かっこいい。収束の彼方？そうだ。そこは、あまたの神々が創造したあらゆる世界につながる場所と言われていてな。たとえ一つの世界に退屈したとしても、収束のカナダに行くことさえできれば、他の世界に自由に行くことができる。でもさ、お年を召されてるじゃないですか、ガイゼルさん。そんなたくさん世界あっても回りきれないと思うんだけど。なら素晴らしいと思わないか。まずは不老不死の方法とか調べた方がよくない？お前の寿命が尽きる。そうだよ、当然の疑問だよね。その心配はない。お？俺には神から与えられた永遠があるのだからな。つまりじゃあ、マシンを倒したのこのガイゼル本人だったってこと？ずっと生きてるってこと？いやでもバレるよね、普通は。まあいい。それよりも、お前の力だ。お前の力があれば、収束の彼方に行くことも可能かもしれん。てんてんてん。俺の力だよ。そうだ。お前の力の話を聞いている。いいか？神から得た力は成長する。今は物を消せる程度のもの。そっか、ミラちゃんの時もそうだったもんね。世界を盗めたし。いずれは世界そのものを消せる能力に成長するかもしれん。世界そのもの？そうだ。その力でこの世界を消してしまえば、そこから別の世界に繋がる道が生まれるかもしれん。てんてんてん。神獣に何か言われてこの世界に来たのだ。あの三人組の一人か。あいつらの言うことは信じるの。わかってるよ。だってそうだよね。ガイゼルを殺そうとしてたわけだし。何かしらの契約をしたはずだが、あいつらがそれを叶える保証など、ない。そうだよ。全部裏切られてるもんね。それよりも俺の仲間になって新しい世界に行く方がいいと思わないか。そっちの方がなんかハッピーエンドな気すんな。てんてんてん。改めて問う。俺の仲間にならないか。まあ、王を倒して、銀行に行くルートはまた別で見られるもんね、もう一回やれば。もう一回繰り返すのすげえ大変だけど。すげえここまで来るのに30分くらいかかったけど。受け入れる方も見てみて。受け入れる。素晴らしい。神を倒そうぜ、一緒に。では共に目指そう。収束の彼方を。これは少し先の話になるが、この国には大きな、とても大きな穴が開いた。そしてそこには王の姿も、そして王の右上と呼ばれた者の姿もなかったと。今はリルクが右腕なのかな。親父は右腕じゃないのかな。そうだよ、親父と会ってないもんね、この世界線では。エンディング3、その力は王のためにクリア。おめでとうございます。ありがとうございます。はあ、なるほど。じゃあ今度は倒して、で、あ、増えませんでした。だってこれ一回見たパターンになっちゃうのかな。じゃあか、受け入れないを選んでこいつを倒して、で、すぐエンディング見るパターンと、エンディングを見ないで銀行に行くパターン、2パターンあるってことか。じゃあまたもう一回ここに来てやり直さなきゃいけないんだね。うわ、めちゃめちゃ時間かかるな。で、今回は受け入れずに倒して、そのままエンディング見てみようか。何？俺は別の世界なんかに興味はない。そもそもお前の妄想なんぞ興味もない。まだこの世界には俺の知らないことがたくさん待ち受けているんだ。だからこの世界を楽しみ尽くす。そうか。それは残念だ。俺の仲間にならないのなら、お前の存在は危険以外の何者でもないからな。ガイゼル一人で戦うの？親父は呼ばないのかな？悪いが、今この場で死んでもらう。死ぬのはお前だ。行くぞ。なんか、モンスターと、あ、一人で行くんだ。自信たっぷりだね。こっちには最強の4人がいるって言うのに。まあ、こいつも大して強くないだろうからサクサクっと倒しちゃいますか。弱っやっぱ一人だとすげえ楽だね。
経験値は結構多いし、ぐっ、やったか、やる、なあ、認めよう。お前の勝ちだ。くっふっふっふっは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 。ここら辺まで太陽の倒しました。エンディングに進みますか。これ進んじゃっていいのかな。どういうエンディング、同じエンディングなのか。同じエンディングだったら別にね、もう一周する必要ないからいいんだけど、進んでみる。違うエンディングになるかな。なお、ローディング。あ、同じっぽいな。一応見とく。エンディングの内容は一緒だったけど、別としてカウントされるんだね、エンディング1ってことは。じゃあやっぱりもう一回やり直さなきゃいけないんだ。かー、大変。はい、またやり直しました。これでエンディングに進まないで銀行行けばいいんでしょ。あ、またいる。でも、あれだね、親父はいないんだね。そうだよね、戦ってないもんね。で、銀行戻ってみましょうか。銀行、とある人物に話しかけるって言ってましたけれど、誰に話しかければいいんだろう。こんにちは。お、てんてんてん。王も、そして村長たちも、消えました。情報が早いですね。ここにいた力ある者たちが皆、消えたのです。じゃあ預金してたお金は誰のものになるの？てんてんてん。何が言いたい？あなたは素晴らしいです。どういうこと？私はあなたのような方を待っていました。あいつらが殺されるのを望んでたってこと？あなたは血を求め、争いを好み、そして何より生きる者たちの絶望する表情がお好きの。今、何を言ってるの？何？てか、なんで知ってるの？俺らが殺したってこと。怖いんだけど。どうでしょう。私たちの組織に入れば、これから死ぬまでずっと、あなたの望む世界を見ることができます。うわ、目開いた。いつもつぶってたのはあれ何だったの？カッコつけだったの？きっとあなたは誰かを殺しながら、まだ一回も殺してないよ。笑って自らも死ぬことを楽しめる。そんな素敵な、俺のこと何知ってるんだよ。虫も殺せないんだよ俺。どうでしょうか、私たちの、そしてくだらんな、そんなものに入る影の教会に。わ、名前がダサすぎて入る気なくすんだけど。なぜ中二病みたいな名前なの。これ受け入れるパターンと断るパターンがあるのかな。受け入れてみる。これは素晴らしい。ではどうぞこちら。お、影の教会に入会したレロク。その活躍は別の話で。なんでそこ別の話にするの。エンディングナンバー6、影の教会クリアおめでとう。どういたしまして。大体強い状態から。はーん、じゃあこれ断らなかった、断ったらどうなるんだろうね。やっぱりすいません、組織の名前がクソダサいんで断らせていただきます。ごめんなさい。そうですか。残念です。本当に残念ですが。戦うの、まさか。私たちの組織のことを知ったあなたを無事に返すわけには。自分からベラベラ喋ったくせに何なの？申し訳ありませんが、今ここで死んでいただきます。マリアさん、あなたにそんな実力はあるの？抵抗なさらないのですか？くだらん冗談は。やめろ、そんな中二病みたいな組織があるわけないじゃないか。お前には殺気が全くない。ってことは誰かが殺すね。殺し屋がいるんだよ、きっと。てんてんてん。く、ふふ。あはは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 。てんてんてん。申し訳ございません。冗談です。どうぞ、帰っていただいても構いません。ここでやったらね、そのお客さんにもバレちゃうし、暗殺しようとしてるんじゃない、きっと。本当ですよ。ふふふふ。本当？あ、普通に帰れるんだけど。あ、じゃあと、なんか特別エンディングがあるってわけではないんだね。話をする。あー、もう社交辞令になってるわけね。じゃあ普通に入った方がいいって感じだね。わかりました。これ3つか。これはなんだっけ、森にあるなんだっけ、あの魔力がある植物をほにゃららするってあったよね。ほにゃららするって何すればいいんだろう。とりあえず行ってみるか。お、なんだ。お、イベント始まった。なんで俺はここに。なんでだろう。あなたのおかげだ。誰、まさか。私は再びこの、あれ、太陽の剣ないのにマシン復活できんの。戻ることができた。ありがとう。誰、はてな、なんだ、どこから声が。声の場所わかんないのになんでそこに移動したの。お、エンディング5、湖の神。あ、それだけなんだ。
結局正体はわからないんだね。はぁ、よくわからなかったけれど。これでエンディングナンバー5も OK ね。あぁ、増えないのか、なんだよ。頑張ったのに。じゃあ、残りは10と13か。どうやらですね、エンディングナンバー10はですね、この特典とかを盗むと見れるらしいです。ミラちゃんのお店で唯一盗めるのがここだけみたいなんで、これを盗んだら一体どうなるんでしょうか。はい、どうぞ。幼き頃の我が姿、盗ませていただきます。あ、何やら特殊な力をお持ちのようですが、バルズダットさん、見ちゃった？この私を前にして窃盗とは、いい度胸で。すいません、隠れてやろうとしたんですけど、好奇心が抑えられませんでした。死になさい。この、あ、戦う感じ？仲間に入れときゃよかったな。つ！ああ！さすがに一人じゃ無理だよね。一対一じゃ勝て。エンディングナンバー10、罪の代償クリア、おめでとうございますじゃねえよ。戦わないんだ。今後のアップデート次第では違う結末もあるかもしれない。あ、じゃあこれで戦えるかもしれないね。気長にお待ちください。わかりました。EP は多分増えないよね、これだと。簡単なやつは基本増えないみたいだからね。減るの！減るパターンは、そうだよね。盗みをしたらダメ絶対だもん。仕方ない。じゃあ残り最後だね、13。はい、最後のエンディングなんですけれど、どうやらですね、EP をある程度貯めないと発動しないらしいんですよ。で、エンディングって何回見ても、EP は増えるみたいなんで、EP が増えるエンディングを繰り返し周回して、EP をある程度貯めないといけないみたいですね。なので、ちょっと EP ガン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 貯めるために、いろんなエンディングを見ていきたいと思います。エンディング7をクリアし、かつ累計 EP が10ポイント以上あるようですね。あるみたいだね。どうやらかなりこのゲームをやり込んでいる。おかげさまで。ここまで遊んでいただき本当にありがとうございます。そんなあなたにエンディング裏をご用意しました。まだあんの？エンディング各裏とは通常とは異なり、エンディングに至るまでのボスの強さが上がっているエンディングです。演出等も通常とは少し異なります。じゃあ EP もたくさんもらえないの？クリアすることで得点と現状は特にありませんが、それでも挑戦されますか？一回戦ってみようか。一応そのさ、この妹に会うエンドが EP2 もらえるんだよね。で、一番早く到達できるんで、これが一番効率いいかなと思ってここに来たんですけれど、まさかの裏バージョン。来たっすね。来たわ。あ、もう顔見知りなんだ。待ってたよ。この時よ。てん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 。前回は英断したっすけど、今度は本気で行く。あ、何手加減してたのお前ら。必ずあなたを倒すわ。さあ、行くよ。またライムがめんどくせえ動きすんだろうな。さあ、スーパーベロス、スーパーライム、スーパーマイル。スーパーついて、見た目は全然変わってないけどね。戦っていきますか。まためんどくさい攻撃してくるだろうけど、チャクラして、回復させる。で、ラッシュブローで、まあ、いつも通りの流れでいいんでねえかなと思いますけれど。で、ホーリーブラストでいいかな。攻撃してもいい、防御上げても仕方ないしね。じゃあ、これで、今ならなんかすげえ、いいアイテム持ってることがあるみたいな。お宝手に入る状態。で、盗賊の極みを、ベロスから。持ってないかななんか。超ラストエリクサーとか。会心の一撃、いいね。で、結構、あ、なに?2回攻撃しかも強い！やべ！めちゃめちゃ強い。1500ラッシュゼロ。やべ、すげえ舐めてたけど。ライムも通常攻撃してるんだね。じゃあ弱体攻撃してこないのかな。だったら防御上げた方がいいような気がするけど、トリプルスラッシュ。ライム以外はそこまででもない感じ。ダークフォース。なるほど、試してみるか。何も持ってないか。じゃあリルクはサポートに接するのがいいかもしれない。攻撃で、乱れ切り。で、ロノちゃんはじゃあ、エリクサー買ってねえのか。ちょっと厳しいね。エリクサー買ってもう一回やり直すって手だけど、じゃあリカバリーで。で、ガードアサルトを。いや、全然削れてないじゃん。こいつらめっちゃ強いぞ。ベロスで。乱れ切っていく。オッケー。いいダメージ。しかし硬いな、相手も。アンチエフェクト。やってくるか。運が元に戻る。やっぱオールダウンしてくるの？マジかよ。オールダウンされちゃったらほぼ、ワンパンされちゃうんじゃないこれ。二段階すべての能力下げるって、チートすぎない？ラッシュブロー。これちょっと勝てないね、じゃあ。なるほど。でも、多分なんだっけ、エリクサーあっても勝てないと思う。この強さは。この状態で、
あ、なに、ゲームがバージョンアップしましただって。このバージョンは間もなくプレイできなくなります。セーブしてリロードしてください。なんてタイミングで、ちょっとやめて、俺が戦ってる最中にアップロードしないで。ラッシュブロー、じゃあ乱れ、診断使って、で、乱れ切りしていく。じゃあリカバリーで、で、ガードアサルト、いけ。いやー、強い9800はきつすぎるな。オールダウンがマジ強すぎるわ。これちょっとレベル上げしてくるじゃないときついね。先に、EPA 貯めるための行動を取った方が良さそう。お ?EP を13以上貯められたようですね。ストーリー中でアクターが使用していた装備、回復アイテムの販売を解禁いたします。アクター?現在の EP は?かしこまりました。あ、15か。じゃああとちょっとだね。で、なぜここはミラの店と繋がっているか。装備品購入してみる。なんか強い装備。わ、かっこいい。アラン・レイピアだって。あ、でも威力はそこまででもないのかな。ルーンブレイク。まあ、みんなが持ってたからって感じか。女神の剣。あー、そういうこと、そういうこと。アクターっていうのはそういう感じなのね。まあ、装備できなきゃ意味がないもんね。あー、じゃあ、他になんだっけ?かしこ、回復アイテムだっけ?回復アイテムやっとこうか。アイテム。購入する。あー、こんな感じなのか。じゃ、銀行まで行かなくて良くなったって感じだね。あ、これは便利なんじゃない?なるほど。こういうパターンもあるのね。じゃあ、こっちの方もなんか変わってるとかない?あ、どうもっす。はいはい、ありがとうございます。つ!お、なに ?EP が2以上あるみたい。あ、だいぶ前に溜まったよ。よかった。やっと話せるっす。え、なになになに?てんてんてん。自分、実は少し前から通信講座で錬金術を勉強してるんですけど、これがまた面白いっす。あ、そんな通信講座あるんだ。俺もやりたい。なんとかって先生が考えた、なんとかって名前の錬金術なんて、何も身についてないじゃん。実はバイト中に暇なんでこっそり勉強してたんですよ。お客さん俺以外にいなさそうだもんね。でもつい最近それが店長にバレたんす。バイトをクビになるかなって思ったら、なんか自分が錬金術で作った作品を見て、ここを使って店を開かないかって相談されたんすよ。まだ勉強途中なのに?もちろん場所借りるんで売り上げの何パーセントかは店長に渡す契約なんすけどね。まあ自分は今、錬金術できたらそれでいいんで、他にも条件はいろいろなんすけど、ここ借りて店を開くことに決めた。あ、いいね。てんてんてん。あ、そういえば、お客さんは泥棒だって聞いてますけど、盗品だろうがお金さえもらえれば、何にも問題ないっす。大丈夫なの?罪を一緒に背負うことになるけれど。それが共犯になっちゃうのにね。それが生きてようが死んでようが、そもそも命がなかろうが、何でもかんでも育てられるようにして、錬金して何か新しいものを作るっす。え、何?人間が、素材なの?どういうこと?そう言ってるよね。え、何なの?と、将来はきっと、そうなる。はずっす。あ、そうなんだ。人を生き返らせたいの。そういう夢があるの、君たちもしかして。君たちっておかしいな。どっかの兄弟みたいに。今は作れるものは少ないっすけど、もし欲しいものがあったら素材を集めてもらって、ぜひ購入してほしいっす。ってわけで、錬金屋、アストルム、オープンするっす。あ、錬金なんてあったんだ。じゃあ、利用したいけど、指輪はどうすればいいってどういうこと?はい。お、なにこれ?村人ランスだって。死体22体。青年の死体に、え、22人もいるか?ドラゴンスピア。ドラゴンスピアなんてあったっけ?洗練された服。あー、男性服と女性服。服を持ってきて、1個の服を作ると。で、マジックリングと村人中年33人。これは死体じゃないんだ。33人を手に入れるあ、超村人を手に入れるための指輪だって。あの炎のやつか。これか。村人33人もいる?一周じゃ無理じゃね?とりあえずじゃあ指輪はどうすればいいの?あ、手に入れたら左手にある黄色い石に触れてみてほしいっす。ああ、そっか、出来上がったらってことね。じゃあ売ってんのかな、普通に。これ、マジックリングね。探してみるか。あったあったあった、これか。なるほど。普通に売ってるんだね。オッケーオッケー。じゃ、これと、中年男性。中年男性、あ、いた。早速。この人でいいのかな?村人かっこ中年。会員証のがあって。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ高いんだよ。モテる人って言ったらこの村じゃ村長くらいかもな。まあ、十分大きな家を持ってるし、そんな必要ないかもしれないけれど。こいつが、あれ?盗めない?そっか、銀行の中だから盗めないとか、そんな感じなのか。じゃあ、外にいる33人。33人もいるか?こんにちは。はい、こんにちは。すべてを盗むでいいんだよね。殺しちゃったら死体になっちゃうから、これで盗んでいくと。やだな、中年を集めるなんて。中年を袋に詰めて、持っていくってことでしょ。
村人を盗んだ。そっか、中年33人か。おじいちゃんは関係ないもんね。ここにも、あ、意外といるかもしれない。ちょっと全部盗んでみようか。お、レベル4の状態かつ、盗んだ回数の累計が2000を超えている。あ、もう2000も超えたんだ。これからイベントが始まりますが、ご覧になりますか？それとも、イベント自体をスキップしますか？初めて見るイベントだからね、見ましょう、見ましょう。お、これもエンディング？お、ミラちゃん。あ、団長ちゃん。いらっしゃい、もう最初から言ったよ。あ、邪魔するぞ。つ！どうしたの？団長ちゃん。かなりその力を使った、みたいね。そうだね、いろんな世界線で使ってきたからね。わかるのか？もちろんよ。これなら、次の段階に。レベル 5？まだ上がるのか？ふふ、あるわよ。すぐに強化は可能なのか？お金取るの、やっぱり。あ、もちろんよ。でも今までと違って少し値段が張る。え、いくら？いくらだ？早く言ってくれ。500円ぐらい？ふふ、そうね。次の段階、レベル5の販売金額は、じゃが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 じゃん！いや、でも、城一体と考えれば全然余裕。悪いが、豪邸を買う気は、城の値段がね、1億だから。城1個売れれば、買えると考えれば安いもんだよね。あら、でもこの金額に見合う以上の力を得られることは確かに。見合う以上の？っていうか、これでも安くしてるのよ。今回は本当に反則級の力なんだから、ミラちゃんを作った世界を盗めるぐらいの力だからね。団長ちゃんじゃなかったらこの100倍は要求している。わぁ、一生かかっても稼ぎきれないね。100個も城を売らなきゃいけないし。わかった。だが、どんな強化なのかわからない状態ではさすがに判断できない。だから、強化の詳細を教えてくれ。何が盗めるようになるの、今度は。あ、そうだった。肝心の説明をしていなかったのね。次の段階、レベル5では、対象のスキルを盗める。対象のスキル？スキルを盗むだと？そう。団長ちゃんも知ってると思うけど、本来技や魔法といったスキルは、その素質があるものにしか得得することはできない。あ、じゃあさ、やっとレルクが最強キャラになれるんじゃない？ああ、当然だな。だから、素質が全くない俺には魔法は習得することはできなかった。ふふ、そうだったわね。だけどこの力、神の魔法は例外なの。なぜなら、神の魔法はあらゆる境界の断りを打ち砕く効果があるから。どういうこと？聞き慣れない言葉だな。難しい言葉がいっぱいあるからね。あら、説明したことなかったかしら？いや、初耳だわ。あら、そうだったかしら。まあいいわ。私の勘違いかもしれないし、説明すればお願いします。教会っていうのは、世界を指す言葉よ。団長ちゃんが今いるこの世界も教会。世の中にはね、私が住んでいる魔界もそうだけど、他にも様々な教会が無数に存在していると言われているわ。あのね、神獣たちがいる教室もその教会ってことか別の。あ、断りっていうのは簡単に言えば規則ね。その教会によって存在する誰もが遵守しなければいけない絶対の規則のことを指すわ。でもさっきも言ったけど、この神の魔法は例外なの。もう神の魔法のレベルだもんな。だから、この魔法を使って盗んだスキルは、魔法でも何でも自分の技として使えるようにある。ああ、じゃあ強い技持ってるキャラを、から盗めば、マジで最強キャラになれるね、これ。とんでもない力だな。魔法の素質がない俺でも、技としてだが使えるようになると。ミラちゃんから盗めねえのかな？そう、だから神の魔法なんて大層な名前で呼ばれているのよ。優秀な魔法使いがその生涯を1000回繰り返しても到達できないと言われている、そんな途方もない奇跡みたいな魔法なんだから。ちなみに、他にも神の魔法とやらは存在しているのか？ええ、いくつかあるよ。使い手も一応知り合いだけど、これがまた変わった人たちばっかりでね。一人は毎日いろんな場所に旅行している暇人。一人は自分の魔法の面倒もろくに見られないくせに、人の言うことは聞かない生意気な子。で、最後の一人は？最後の一人は？てんてんてん。最後の一人は何なんだ？知り合い？やっぱりやめとくわ。あの人の話すると、なんか、自分がどれだけ弱いのかを思い出して落ち込んじゃうか。オルガミラちゃんが自分が弱いって言うほど？そんなに強いの？そいつは？強いっていうか、なんかもう反則なのよね。あの魔法。何？今思えば、私が自分のことを魔法使いの端くれなんて言うようになったのも、あの人の影響だし、魔界一のね、魔法使いなんだけど、その魔界という教会の中での一番だからね。教会を変えれば、もっと上がいるってことか。ミラにそこまで言わせるほどの相手か。少し興味あるね。会ってみたいに仲間になんないかな。そんな興味すぐに捨てた方がいいわ。関わってもろくなことがないから。
はあ、なるほど。なんか話がそれたわね。ごめんなさい。いえ、別に気にするな。で、本題に戻るけど、能力を強化したくなったらまた声をかけてね。オッケー。今回は額が大きいから一応書類を用意しておくわ。強化する気になったらそこにサインしておくわ。ちょっと律儀だね。わかった。じゃあこのレベル5の力をゲットするためには毎回毎回城を盗んで、ね、売ってやらなきゃいけない。世界線変えるごとにまた買わなきゃいけないのか。大変だな。みよちゃんお金作ったよ。これでいいのかな。能力強化する。お、購入するでレベル5。リル君の能力強化。対象のスキルを盗めるようになる。行きましょうか。よいしょっと。いやー、めちゃめちゃ高いよ、もう。こんなお金があったら一生遊んで暮らせるのに。かわいいだぞ。これでいいのか？リッキュー。リッキューってなんだろう。もちろん、あの音符マークの、なんか、正しい擬音が思いつかなかった。もちろんよ、これで問題ないわ。早速、能力強化を始めるわ。なぜさ。じゃあ、いつも通り、ちょっと目を閉じていて。はい、close my eyes。よし、始めるわね。はい。はい、おしまい。早いね、今回も。レベル5なんて。これで団長ちゃんは対象のスキルを盗めるようになったわ。スキルを盗みたい相手がいる場合は、戦っている最中に今回覚えた技を使用して盗んでね。どういうこと？相手がいる、戦っている最中に今回覚えた技を使用して盗んでね。あ、スキルを盗めるかどうかは対象の魔力によって変わるから気をつけて。あと、その技にはデメリットが。なになになに？技の使用後は反動で団長ちゃんの体力がほとんどなくなるから死なないように気をつけてね。じゃあ、戦闘しなきゃいけないってこと？じゃあ、オルガミラちゃんも戦って盗めるってことか。これあれかね、継続なのかな、技盗んだ後。はい、これで能力についての説明終わりよ。今後能力を伸ばせるかは団長ちゃんの頑張り次第になるわ。わかった、ありがとう。せっかくだからいろんな敵のね、盗んどきたいよね。引き継げないの？ダメじゃん。じゃあ、やっぱり毎回毎回盗まなきゃいけないってことか。めんどくせえな。MP500 も使うの？対象のスキルを1つ盗む。使用後は HP が1になる。もうギリギリまでってことか。使ってみる？ゴブリン。ゴブリンから盗めんのかな？どうなんだろう。さあ、行け！そのスキル。もらうぞ。キュピン！お！軸抱きだって。ああ、こういう技使ってたんだ。全然知らなかった。おい！こういう時に絶対攻撃使うなよ、お前。これで逃げらんないんだね、こいつじゃあ。まあ、こいつは普通に攻撃してるだけで倒せるだろうから倒しちゃっていいけど。そっか、じゃあ、盗んだ後に全体攻撃されると絶対死んじゃうってことか。それきついな。で、スキル軸打撃。リルクね。スキルの方。で、あれないじゃん。あ、アイテムとしてあるのか。敵全体血筋属性のダメージ。はい、覚えます。あ、でも数とか限りあるんだろうな、きっと。で、スキルで、リルク。じゃあ、これ多分引き継ぎだね。